どうも、岡田千恵里担当プロデュースのテクタンと申します。はい、本日9月14日、アニバーサリー限定ガシャ最終日。こちらの無料10連を引いていきたいと思います。はい、限定は誰もまだ引けておりません。はい、ということで、本日は、みおちゃんの特訓後のイラストについて紹介していきたいと思います。はい。まあ、もう宇宙でね、戦ってるっていう感じのイラストになっておりまして、なんか宇宙船に乗ってるよね。で、なんかタイムワープかなんかしてるような感じなんかな。それかめっちゃ高速で進んでるみたいな。そういった感じのね、雰囲気が読み取れる感じになっております。はい。なんか、多分指示出してるようなそういうシーンなんかな。アングルが、すごく、いいアングルをしてますよね。で、これ、このイラストで初めて気づいたけど、グローブの指にこの光る素材みたいなのもあったりして、いや、これはね、なんか暗くなるようなステージで踊ると結構、いろんなとこが光りそうな、そんな感じがするなっていう風に思いました。はい、ということで、3人分のね、SS レアの3人分の特訓前後のイラストについて紹介していきました。はい、本日最終日になりますが、まあ泣いても笑っても、この、納税と無料10連でラストにします。あとのチケットとかジュエルは使ったりはもうしません。はい、ということでじゃあ、引いて、行きたいと思います。はい、納税でね出してくれるとすごい嬉しいんですけど、納税でも出るときは出るんですよ出るんですよ。でも出ないですね。はい、これで100連ぴったりになります。この100連中限定ガシャのね、この100連中 SS レアまだ1枚しか引けてません。確率をだいぶ下回っております。よろしくないですね。まあ、そんなよろしくない状況を、まあ、最終日パワーでなんとかしてくれませんか？してくれませんね。はい、わかりました。悲しい。悲しい、私は。でももう引かないって決めたから引かないです。まだね、20日までっていうことなんで、間違えた。開いちゃった。ノアールフェスもあるんで、運を貯めときます。そしてね、今週末、プラチナチャンスの発表もあるんで、そこまでちゃんと運を置いときましょう。そこでもしかしたらめっちゃすごいかもしれない。っていうことで、はい。今回はこのあたりで終了したいと思います。はい。ということで、もしよろしければ、画面下にある高評価ボタンをポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でしたー。